こんばんは。豊田博物館副館長の増茂です。前回に引き続き閉館後の博物館の様子をお伝えしますが、今回は展示車の中でも美しいシルエットとして人気の高い3種類の車を光と影を使いながらじっくり見ていただきたいと思います。1939年製フランスのドラージュタイプ D8-120 です。フランスのグランプリーカーの頂点とも言うべきドラージュも1930年代に入ると盛んに高級ツーリングカーや豪華サルーンを作り始めました。その美しさは愛する人に贈るならドラージュと言われるほどに優雅にして華やかなものばかりでした。この美しいカブリオレはコーチビルダーのフィゴーニ・ファラッシュ社の手によるもので、ドライエに併合されてから作られたものです。1955年製ドイツのメルセデス・ベンツ 300SL クーペです。元は生粋のレーシングカー、高いボディ剛性を確保するためのサイドシルを前提に、乗降性を確保するための手段として跳ね上げ式のドアを採用しました。ドアを開けた姿がカモメが広げた翼に似ていることからガルウィングと呼ばれるようになりました。1967年製日本のトヨタ 2000GT です。それまでの日本車になかったロングノーズ、ショートデッキを採用した流麗なスタイル、長い距離をいかに故障なく走ることを目的とした日本初のグランツーリスモです。